プラタナス並木地倉庫風の菓子店ライトアップされた、洋館ライトアップされた、洋館ライトアップされた、洋館ドマンティック街道は、北海道旭日川市神楽岡丘、緑ヶ丘地区にある道路の愛称。別名、プラタナス2、プラタナス並木地、神楽岡丘通り、裏山道。約3キロにわたって、歩道の植樹帯に、プラタナスが植えられているが、 立派に成長したプラタナスの枝葉が、車道の真上を覆い尽くしており、緑のトンネルと形容されるような、見事な波生地を構成している。特に、神楽岡公園に隣接した地区には、教会、レストラン、菓子店等の西洋風建物が数多く立ち並んでおり、観光客の姿も多く見られる。夜間には、格用館がライトアップされる。プラタナス波木としては、 国内最大級の規模、など、街路樹に考慮した背の低い街灯が採用されている。この照明は2005年、ランドスケープライティングアワード優秀賞を受賞。このロマンチック街道を旭川の名所として育てるため、北海道新聞において、プラタナス大賞が企画され、2005年から毎年実施されている。プラタナスの葉が織り成す美しい波生地について、 後世に語り継がれるような伝説を残したいという発想から企画。ショートストーリー部門、ポエム部門、フォト部門などの各部門ごとに応募。審査委員会による審査を経て、プラタナス大賞を決定。ありがとうございます。